どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回はドライバーが飛ばない方が頭の中で思い浮かべてる間違ったイメージ。これを皆さんに伝授していきたいと思います。いろんなことを頭で思い浮かべながらイメージしてスイングしてると思うんですが、まあこれはもう頭の中のことですから何が正しいのか正しくないのかということはあるんですが、ですがこんな風にイメージしてる方がやはり共通してボールが飛んでないなというのがやはりありますので、それを今回は皆さんとシェアしていきます。 でえー、そして、えー、皆さんが理想のスイング、そしてボールが遠くへ飛ばせるようになってほしい、えー。そんな思いで今回動画を作っていきたいと思います。私、三津山4000名の方が海洋スクールで普段レッスンさせていただいています、えー。皆さん、本当に感謝してます。大好きです。そして、動画を見てくれている皆さん、どういうイメージでスイングしてますでしょうかでは、早速いきたいと思います。うん、この、ゴルフのスイング、えー、どういう動きでスイングしているかというと、おおむねクラブヘッドが円を描いているということなんですが、 この円を描いているというところが実は少し間違った解釈になってしまってるんじゃないかなというふうに思うわけです。というのは、このスイングのこのクラブヘッドが描いていく円は、ダウンスイングにおいては非常に小さい円になり、そしてフォロースルーでは大きい円を描いていくような、卵のような形になっていくのが理想の形に実はなってるんですね。ただそれは自分で見ることはできないんですが、そういう形が一応理想であるということなんです。はい え、それを、ま、正しくね、え、こうしていけると、ボールを遠くへ飛ばすことが、ま、できるということなんです。え <laughs>、そこで、ボールはどうしても飛ばない。もう本当に飛ばないよね。え、ま、ちょっと飛ばないぐらいだったらいいような気もしな、しなくもないんですが、あきからさま、秋さ様に飛ばないという方はですね、この、ダウンスイング、グここで下ろしてくる、ここで、え、ま、円を描くようにイメージしていることだと思うんですが、え、それが自分から離れてしまっている。 そして、クラブヘッドは円を描くんですが、自分の動作も円を描いてしまうと、これがあーブーということになるわけですね。なので、何が円を描くのかというところを正しくこうイメージしていかなければいけない。じゃあ実際に自分の動作としては、どんなイメージでボールを打っていくべきなのか、実際にどういう動作になっているのかということなんですが、バックスイングでここからこう上がります。ここからダウンスイングというのはこういう感じで降りてくるんですね。 そうすると、この腕の動きというのは、このまま下に向かって、腕の形があまり変わらずに、そのまま下に動いてるだけなので、何かこう、円を描くというような動作をしてるわけではないんですね。円を描こうとすると、どうしても、ここからこういう動きを、こうしなければ、こう、こんな風に、円を描くというのはこんなようなイメージなので、これがこう下になると、これって直線なんですね。ですから、ダウンスイングで腕が動くというのは、 ここから直線的にですね、降りてくるようなイメージであってほしいんです、ね。で、ここから振り下ろされたら、右の肘が伸ばされて腕が左に回るんですが、ここでもですね、何かこの持ってるこの手の位置がこういう風うに動くということではなくて、あくまでこのまま下に向かって直線的にズバッと降りてくる感じになります。まあ、曲がってる右の肘は伸びることにはなるんですが、 え、これによって、え、腕を、こう、ま、回すというか、こういう動作をしているわけではないということです。ですから、え、ここから、え、腕を、こう、ね、円を描くように動かしてしまう人というのは、こういう感じのスイングになっているということなんですね。ここでこういうふうに。まあ、肘がここで伸ばされてしまう。構えて、こんな感じですね。え、そうすると、ボールを捉える瞬間というのは、全く、その加速することなく、ボールを捉えることになりますので、 えーまあ、例えばキャリーで70とか、あ場合によっては100ぐらいしか、えー、飛んでいかないということになってしまいます。えー、ですからあ、この腕としてはですね、ここで円を描いていくということではなく、直線的にズバッと下に向かってまっすぐ下ろしてあげるような感覚です。ただこのままこういう感じではボールを打つことはできませんので、あくまで肘がここでほどけて、解、えー、放されるという表現を使います。まあ、リリースすると、されると。まあ、そんなような、あ 表現も使いますが、一気にこう伸ばされていくよね。え、それによって、ビュッと左側にこの腕を回していく。ただ、この腕も回るのも、ここでこう回るだけですから、こういう動きをするわけではないんですね。こう動かすわけではないんです。あくまでこのままズバッと左側に行くような動作なので、え、それをしっかりとしてあげれば、それだけでボールというのは基本的には飛ばすことができます。え、ですから、ここからこう、 こういう、こんなイメージを持たないように、このままズバッと振り下ろして、そのまま腕が前に抜けていく。結果的に正面から見たときに、まあ、なんとなくクラブヘッドですね。このヘッド部分が円を描いていくだけで、自分がこう円を描くようにスイングをしましょうと言ってるわけではないので、そこの部分を少し間違えないように解釈してみてください。ですから、あ円を描くというよりも、ここからズバッと直線的に。 下ろしてあげると、スイングというのは非常に加速的にボールを捉えていくということになります。ですから実際のクラブヘッドの動きなのか、自分の動きなのか、それがどういう動きになっているのかをイメージするのは大事。クラブヘッドの動きを自分がしてしまうと、それは理想のスイングとは言えないということになりますので、あくまで円を描くとか回転するとか、 まあそういうことをまあ我々もこう皆さんにねお伝えはしているんですが、その動作としては、動きは、こういう動きがね正しいよ。それはこのチャンネルでもですね、ドリルですね、ドリルの再生リストのところを見ていただければですね、正しい動きをするためにはどういう練習をすればいいか、それがちゃんとありますので、ぜひそちらも見ていただいてえ練習に励んでみてください。それはボールを打たない段階での練習になってますので、どこでもねえそんなにこう場所も使わずにできますので、やってみてください。 最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。